久保さん、あの、みんなの0円物件って知ってますこれ0円で、あの、ま、あの、はい、もう使ってない物件をね、譲渡すると、あの、ジモティの物件版みたいな感じですね。ジモティもいらないものをね、あの、譲,譲りますよみたいなコンセプトなんですけど、こう、みんなの0円物件。今ね、7、全国に相当あるらしいんですよ。その、もう使ってなくて、古屋でみたいな。で、それを、 まあ、マッチングさせて、みたいな。まあ、て、マッチングしたら、まあ、手数料とかは、まあ、あると思うんですけど、0円で物件がもらえますよっていうオファーは結構強いですよね。だけど、結構、まあ、ガタが来てるところがやっぱ多いので、まあ、まあ、てこ入れすればって話ですよね。そう。まあ、物件によっては、まだ全然使える物件もあるかもしれないですけど、まあ、どちらかというとね、あの、やっぱ、古いんで、うん。そう。これすごいですね。なんか、 インターネットの恩恵ですよね。昔こんなのなかったのに。うーん。そう。だからそのマッチング、まあどうやってマッチングさせるかっていう、そのインターネットのね、マッチング、いっぱい今ありますけどね。そう。だから昔はね、なんかあの、怪しいっていうところもあったかもしれないですけど、今マッチングアプリとかも、もうだ、なんか2000万人とか登録があったりとかするのかな。マッチングアプリ。タ、タ、タップ、タップ。 タッップしてこうマッチングするみたいなやつですねでマッチングアプリから結婚してる人もたくさん出てきてるらしくてなんからすごい時代だなぁと思いますねうーんそうだからそのなんだろうなうーんまあ僕たちも何やってるかっていうとそのネットで稼ぎたいとかなんか人生変えたいっていう人はもう僕はそのマッチングサイトみたいな作ってないですけども自分で発信してで マッチングできる人を探してるって感じですね。そのね、今年収3000万ですよ、人生幸せですよっていう人に即果塾売るのって難しいと思うんですよ。てか、久保さんの動画に行き着かない部分もあると思うんですよね。まあ、ウグイスパンだったらウグイ行き着くかもわかんないですけど。<laughs> <laughs> まあ、なかなか売りづらいですよね。まあ、可能性はゼロパーで、ゼロパーではないですけどもあ、今お金は大富豪ですと。大富豪に即果塾売れんのかっていうと、いや、もう <laughs> お前よりめっちゃ稼いでるよみたいなね <laughs>。いや、俺もすぐ稼げるしみたいな <laughs>。そう。まあ僕はまあ、あの、そういう、なんだ、うんまあその1%の市場に対して売るビジネスモデルもありますけど、9割の困ってる人たちにマッチングしていくっていう感じですから。そう。だからほとんどね、なんかそのお金がない人に売ってる感じですよね。収入がないっていう。 だからそのお金を持ってる人に対して売るモデルもあるんですけども、まあ基本みんな持ってないし、だから困ってるわけじゃないですか。うん。だからその、なんだろうな、FX とかに関しても、別にもうなんか、例えば、この今、不動産の話してますけど、不動産王になってね、なんかその、何もしなくても、毎月ね、1億ぐらい入ってきてます。FX、別にいらないんじゃないかなと思いますよね。<laughs> どうすか。 <laughs> 不動産で毎月1億ぐらい入ってます。年間10億ぐらい売り上げ上がってます。FX やる必要ないですよね。うん。まあその人がもっと上を目指す、してるとかだったらわかんないですけど。うん。まあそんな人が僕は即会食入ったりとか、あ不動産ビジネスでね、大富豪になりましたっていう人が即会食入らないんじゃないかなとは思うんですよね。そう。 だからそのマッチングできる人を探していくっていうことが大事かなと思いますねビジネスで。うんいってらっしゃい。